地流祭りは愛知県地流市において、女王2年から行われている地流神社の祭事。地流神社とその周辺を中心に、1年おきに本祭と魔祭が交互に行われる。開催日は5月2日、3日の2日間。本祭では5つの町から高さ7メートル、重さ5トンの5台の出汁が繰り出され、出汁の上で出汁分落、からくり人形芝居が上演される。 マサイでは、ダシ文楽、カラクリ人形芝居は行われないが、五つの町から、郵送華麗な五台の花車が繰り出される。本祭は、西暦の偶数年に行われる。本祭のダシの上で上演される、人形上瑠璃芝居、ダシ文楽、上瑠璃に合わせて動く、ダシカラクリは、国の重要無形民族文化財に指定されており、江戸時代から伝承されている。車の上で、 人形浄瑠璃を上演するのは地流だけである。出汁の上での人形芝居は全国に伝承されているが、同一の出汁の上層と下層でそれぞれ、出汁分落と、からくりを演じる形態は、全国的に見ても珍しい。からくり人形は、専門の職人ではなく町内の人が工夫して、首以外はすべて手作りのものを使用している。地竜のからくり技術は糸を操って動かす方法を、とっており、 この技術は、拡張内で保存、伝承されている。知流私立流北中学校には、文楽クラブがあり、技術を習得している。女王2年の、知流中町祭礼長には、知流祭りが江戸時代から行われており、四家町がからくりを、知流神社に奉納したのが始まりであるとの記述がある。出しの上での文楽は、延長4年から始まっている。これまでに、 聖徳太子へ伝記、百合和が、高来軍記、仇内岸流等、一の谷合戦などの演目が時代の流れに合わせて演じられてきた。1967年には地流のからくりが愛知県の有形民族文化財に指定され、1979年には地流のからくりが国の選択無形民族文化財として選択され、1990年には地流の出し文楽と、 カラクリが国の重要無形民族文化財に指定された。2016年12月1日、山、保護、屋台行事の構成行事の一つとしてユネスコの無形文化遺産に登録された。2020年3月28日、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、地流祭りの出し巡行の中止が決定された。流神社主の神事は一部規模縮小して、 実施する予定。ありがとうございます。